見覚えのある景色は安心するな。ここにもフクロウが。意外といるもんだな。さあ、目的地に着いたわよ。また一つ乗り越えたな。ああ、自由の味はどう？悪くない。あの向こうに見えるのは何だ？城か。リエゾとは別のスルドの城ね。別の？当然か。いや、スルドは5人いるんだってな。ええ、まだ先は長いわ。リンウェルだったな。よろしく。その白いのをずっと連れてるのか。白いのじゃなくてフルル。フクロウの子フルル。フル！ここからでも引き出す。終わりだ。さらに打ち込む。私に任せて。はい。やっ。見ろ。よし。次行くぞ。あ？見せてみろ。お前の力。小物に時間はかけてられないわ。ああ、どんどん倒すぞ。存分に。俺にも月が回ってきた。容赦しないわよ。囲まれているぞ。ウルテルナ。決めてやる。決めて。飛んでる奴らは頼むぞ。決めてやる。空を飛ぶやつ。私なら落とせる。そのようだ。小物に時間はかけてられないわ。あ、どんどん倒すぞ。邪魔ないな。行きましょう。
の？フルル。あれは。こっちに気づいた。飛び回るズグルか。厄介だぞ。私には関係ないわ。シオン。撃ち落とすから、その隙に仕留めなさい。飛び回る敵も撃ち落としてしまえば取るに足らないわ。分かった、任せてくれ。はあ、倒れろ。待って、そこだ。そこ終わりだ。狙った。調べて。ジュミナイラクは あのズーグルども、何を襲っていたんだ。こいつは、何？いや、ついでにしただけよ。倒さなければ先に進めそうになかったし。何が気に入らないのか知らないけど、私に触らない方がいいわよ。頼まれたって。リンウェル、シオンはそいつの傷を治してやったんだぞ。そんなの。会話してるみたいだな。喜んでるんだと思う。他のフクロウに会ったの多分初めてだから、もうフルル以外にいないのかもって思ってた。ハオハオ。あ、フルル、せっかく会えたのに。現にまだいたんだ。またどこかで会えるさ。うん、そうだね。ね、フルル。フル。よし、いい感じだ。シオンはよく毎回あんな風に銃を撃てるな。どういう意味？俺は力任せに叩きつけるだけだ。それに比べて、なんていうか、その性格だ。別にそんなこと、単に銃がそういうものだって言うだけ。当たらなければ何の意味もないし。やっぱり意識して狙う急所とかあるのか。それほど意識しているわけじゃないけど、例えば飛んでいる敵は翼を狙うことが多いわね。あと翼もないくせに飛び上がる敵もいい的ね。避けられる心配がないから当てやすいわ。あなただって自由に飛び回れない敵の方が仕留めやすいでしょ。ああ、ひらひら好き勝手飛び回られるよりずっといい。戦いで敵の動きを封じるのは基本よ。まあな。おかげでうまく気絶させてくれた時は素材とかも奪いやすい。本当に助かってる。別に礼なんていらないわ。ちゃんと戦ってくれればそれでいいから。きつくなったら言えよ。ここにもフクロウが。意外といるもんだな。
なんだジロジロ見て。あなたの格好はダナの戦士なのかしら。そんな大層なもんじゃない。使えそうなものを使って使いやすくいじっただけだ。洒落たジョーちゃんに見られるとちょっと気恥ずかしいがな。いえ右側に比重を置いているのは利き手だから。それもあるが、戦いばかりでいろいろガタが来ちまってるってのが本当のところだ。そうだったのね。利き手側の装甲を厚く。なるほど。あなたも戦いのことばかりね。できたわ、食べなさい。みんな、準備はいいか？ここを抜けるのね。どうしたんだジルファ。ああすまん。それ指輪？女房の形見だ。女房って、あんた結婚してたのか。意外か。形見ってことは亡くなったの？そのレナのせいで。いや病気だ。薬が手に入らなくてな。あっけないもんだった。あいつにも見せてやりたかった、この先の世界をな。ジルファ。気にするな、言っておいてなんだが別に珍しい話じゃない。でも行くぞ。階段や柱、どういう場所なんだここは。俺もここに来るのは初めてだからな。レナの輸送隊もここを使っていたんだろうが。にしては随分ボロボロじゃないか。シオンは何か知らないのか。知らないし興味もないわ。ここダナの遺跡だよ。ほら柱の装飾とかさ、大昔のダナの衣装だよ全部。つまりここは300年以上前に作られたということか。うん、何のためのものかまではわからないけどね。俺たちの先祖もこんなものを作るくらいの力があったんだな。いつかまたダナの人たちがここを自由に行き来する日が来るんだろうか。しっかりしろ、そのためにお前は戦っているんだろうが。そうか、そうだったな。けねえもんだ。
まさか石像のふりをするズーグルがいるなんて。ズーグルは自然の生き物じゃないらしいからな。他にどんなのがいるか想像もつかない。油断するなってことか。ずいぶん冷えるな。外はあんなに暑かったのに。多分シスロディア側の寒気のせいだと思う。カラグリアとはまるで違うよ。覚悟しておいて。そいつは大丈夫なのか。フルルはもともとシスロディア生まれなんだ。多分緊張しているんだと思う。私以外の人とあまり接することないから。リンウェル、シスロディアについてもう少しこいつらに教えてやってくれ。あ、うん、そうだね。まず他人に気を許さないこと。なんだって。言葉通りの意味。どこに蛇の目がいるかわからないから。向こうじゃスルドの手下をそう呼んでるそうだ。本当は観察局の執行隊って言うんだけどね。どこにでも手先を潜ませて私たちを見張ってる。レナの監視ならカラグリアでも普通のことだったぞ。シスロディアじゃレナ人だけでなくダナ人もお互いに見張ってるんだ。蛇の目の下で働くやつからただの密告者までいろいろだけどね。ただ密告されたが最後強制労働行き。申し開きなんて聞いてもらえない。でも密告した方はご褒美にありつける。だから相手より先に密告しようとみんなお互い隙を伺い合ってる。それで他人に気を許すなんか。俺たちはいいのか。それは。でもアルフェンたちはシスロディアの人じゃないし。地元よりよその人間の方がまだ信用できる。シスロディアのダナ人はなぜそんな状況を受け入れているんだ。誰もが戦えるほど強いわけじゃない。だから俺たちみたいなのがいるんだ。炎の剣は無事か。濡れたくらいじゃ問題ないわよ。
ったら言えよ。困るわ。ああ、答えてみせるぞ。油断しないで。生まれなくても決めてやる。やろう、下げろ。どうした。よしにするなら集中しろ。当たれ、決めてやる。異常を直す。終わりだ。これで終わりだ。その調子で続けなさい。言いたいことでもあるの。これで終わりだ。あっけねえもんだ。力が必要ね。問題加減を見誤った。あの巨大なはぐれ、今の私たちでは厳しいわね。
後はそうだが、やるしかない。傷を負ったら言いなさい。いくらでも相手になってやる。援護に回るわ。リカバー。真の隙を。ファーストエイド。全力でいけそうだ。もう一発。いなくなっては困る。
シオンの炎と俺の技合わせれば何倍もの力になるわ。これは何だ。それ本で見た。ことある。貴重なものだよ。お前物知りだな。油断しないで。バレなくても。役には立つだろうさ。面倒そうな相手は炎よ、まっこめ。炎よ、まっこめ。弾切れよ。これで終わりだ。その調子で続けなさい。言いたいことでもあるの。下げろ。当然の結果よ。上出来ね。これ以上の戦闘は危険よ。
う少しで出口、そしたらシスロディアだよ。どうした、また考え事か。俺たちはビエゾを倒してカラグリアをレナから解放した。今度はシスロディアのダナ人を助けようとしている。苦しんでる同胞を助けてやりたいとは思う。だけどその先のことはどういうことになるんだ。いい質問だ。数でならダナはレナを圧倒しているが、武器を取る者は少ない。その武器にしてもレナのものに遠く及ばん。仮にスルドを全員倒してダナ全土を解放できたとしても、まだレネギスとその後ろにレナの本国が控えている。今連中が本腰を入れて反撃してきたら俺たちに勝ち目はない。たとえ炎の剣がどれほど強力であったとしてもだ。そんな、じゃあ私たちは望みのない戦いを挑んでいるの？明日の敗北のために今日の勝利を捨てる必要はない。戦うことでもう一日生き延びられるならその価値はある。その一日を使って明日勝つためにできることをするんだ。より現実的な話をすると、連中がその力があるのに俺たちを一掃しないのは俺たちが必要だからだ。だから連中が本腰を入れる前に十分な力をつけ交渉の場に引きずり出す。レナと交渉するの？気持ちはわかる。だが俺たちが生き残るにはそれしかない。そんな、でもそんなのって。話は終わった。先を急ぎたいのだけど。シオンはどう思っているんだ？全てのスルドを倒した後は。私たちは同じ目的のために戦ってるわけじゃない。答える必要はないわ。シスロディア、主婦まではどのくらいだ？まだだいぶ先だよ。ズーグルもカラグリアとは違うから気をつけて。わかった。これは離れず進んだ方がいいな。ああ。おいシオン、密集して襲われても銃では反撃しにくいでしょ。あなたたちの後を追うわ。そうか、わかった。なんだよ、カラグリアじゃだいぶ打ち解けてたじゃないか。あのね、ここは敵地よ。いつまでも浮かれ気分に浸ってもらっては困るの。気にするな。あいつなりのけじめってやつだろ。それに考えても見ろ、茨があるあいつに関わろうとする人間が過去にそういたとは思えん。そんな相手に痛みを感じないからって、お前は近づきすぎたのさ。そういうものか。あいつは一人でダナに来たんだ。だが一度でも故郷を思う素振りを見せたか？いや。それだけであいつが並ならぬ事情を抱えてるのはわかると思うさ。そうか。それを含めて支えてやるのもお前の務めってことだ。これから長い付き合いになるだろうしな。仲良くやれよ。仲良くって。さあ行くぞ。別に仲がいいってわけじゃないのは分かったけど、あの人たち大丈夫なのか。リンウェル、あまり前に出るな。いつどこからズーグルが現れるかわからん。大丈夫だよ、来る時だってなんとかなったし。いいから下がっていろ。そんな、ダメだよ、私が頼んで来てもらってるのに。
お前が倒れたら案内役がいなくなる。それに危険を引き受けるのは老いぼれの役目だ。でもお前にはこの国の抵抗組織とつないでもらわなきゃならん。それまで元気を取っておけ。うん、ありがとう。でも確かに、どうやって通り抜けたの？ズーグルに全く遭遇せずに済んだとは思えないけど。何かうまく隠れる技でもあるのか？あ、うん、そうそう。私ってほら、こう見えても結構すばしっこいから。そうか。何にせよ、運も良かったんだろうな。すばしっこいね。それにしても、山一つ越えただけなのに、こんなにも気温が違うなんて。そんなに違うのか。カラグリアは暑かったよ。俺は見た目の違いしかわからな。自覚できなくても体は反応するんだね。そうか。くしゃみが出たら寒いってことか。くしゃみは風邪の引き始めというわよ。寒さを感じないならなおのこと体調管理に気を。今のはくしゃみなのか。言葉を噛んだだけよ。いや、俺のとはだいぶ違ったけど、今のは確かにくしゃみ。違うって言ってるでしょ。お互い体調管理には気をつけような。もうカラグリアに後ろ髪を引かれているの？いや、むしろ離れられてホッとしてる。ホッと？安心したっていう意味？誰も彼も、見ず知らずの人までが俺のことを前から知っていたみたいに話しかけてきて、正直落ち着かなかった。それだけのことをしたんだ、お前は。レナのスルドを倒し、炎の門を打ち壊すというな。けど、それは炎の剣があったからこそだ。リエゾの元にたどり着けたのだってジルファたちが。それでもリエゾを倒したのはお前なんだ。それに人間ってのは守ってくれそうなものを崇めたがる。英雄だなんだと呼んでな。俺はそんなもの求めていない。そんなスルドの代わりみたいな、俺は嫌だ。変わっているな、お前は。本当にそう思うなら、その感覚を大事にしろ。迷った時はその声に耳を傾けるんだ。そうすれば見失わずに済む。お前が正しいと思う道をな。俺が正しいと思う道。目的地に着いたわよ。感じるわ。誰かが助けを求めているんじゃないか。ああ、いや、ああやれやれ。おい、ああうん。
いいぞ。償いか何かのつもり？解放の後なんて考えてなかったからな。この手の話に付き合うのはこれっきりだから。目的地に着いたわよ。あのズーグルならやめて。逃がしては来るな。炎よ、ワルフェ、ごめん。さあ、死の力って呼び名です。腹を決めろ。さあ、目的地に着いたわよ。巨大なはぐれ。今の私弱い者いじめはスカンのだ。ドフラッグ巻き込め。手に入れなくはマグナリー。
私に任せて。はい、打ち込め。いけるぞ。炎に巻き込め。あとは俺に任せろ。まだお前たちの時代にはさせねえよ。何かの役には立つだろうさ。